秋田県立秋田養護学校は、かつて、秋田県秋田市荒谷栗田町にあった、公立特別支援学校。死体不自由者を教育対象としていた。2010年、秋田県立秋田きらり支援学校開校に伴い、閉校。1962年に、秋田県立養護学校として開学。最終的な主体は、死体不自由者に対する教育であったが、 遠隔にもあるように、投校の文校、文教室は、知的障害者、病弱者を扱っていたところもあり、これらが独立した、養護学校となったものも存在する。秋田県立、勝平養護学校開校後の一時期は、寄宿舎を設置していたが、閉校以前に廃止されており、通学生の学校となっていた。2010年、閉校、本校跡地は、 近隣に所在する秋田県立栗田養護学校の高等部、総合サービス課の施設として利用されている。ただし、本校の文校、文教室は知的障害者を対象としているもの、病弱者を対象としているものも存在していた。現在は、大館市立有浦小学校及び、大館市立第一中学校が、大館市立総合病院に入院してくる、児童生徒が発生した際に、 院内学級を設置して対応している。ありがとうございます。